君が僕の相手かい？お前、え、僕がどうかした？お前確かビクトリーズのレーサーだったな。うん、やっぱり。そうか。いい相手に会えたよ。え、いや、こっちの話さ。お前はもう記憶にも残っちゃいないだろうからな。ただ私はお前にちょっと興味があったのさ。え、何を言ってるの？まあお前にはどうだっていいことさ。それにお前がしたところでどうにかなるものでもないしな。君が何を言ってるのか僕にはわからないけど、少なくても今の君が僕の敵だってことには変わりない。悪いけど通してもらうよ。悪いな。こっちもこんなところで負けるわけにはいかないんだね。見ず知らずのレーサーが勝てるほど僕のエボリューションは甘くない。本当に勝ちたいのなら全力で来た方がいい。パパを裏切ったお前が一体どれだけの力をつけたのか見せてもらうよ。勝負だ。君はジェイ、パパを裏切った男。エボリューション！やはりビクトリーズなんかで甘えた走りをしてた奴に私が倒せるわけがないか。そのマシン、君は大神マリナ。マシンの名はファイアースティンガー。これだけ言えばわかるだろう。勘違いするな。別に私はお前を恨んでるってわけでもない。ただパパの元を出て行ったお前がどれほどの走りを見せるのか見てみたかっただけさ。これでやっぱりパパのマシンがお前たちより速いってことが確信できた。あとはボルゾイのやつをぶっ潰してパパの仇を取るだけだね。大神、最終ステージの前にいい調整をさせてもらった。礼を言うよ。